ゆっくりしていってね。グレブナー規定に関する動画の続きです。今回は新しい概念を作ってみました。このような定理が成り立ちます。物理であるという概念を作ってみました。こんな推移法則が成り立ちます。ご視聴ありがとうございました。